斉藤明でございます。本当暑いですね。まあこれもこの暑さっていうか、もう天候的にはね、これもこの週末あたり雨も降るみたいですし、なんとかそれで和らいでくれるといいんですけどね。もし東北で35、6度ってなると、本当参りますね。さて、今週末はですね、サッカーと言いますと、東北総体のサッカー競技が福島市で行われるんですけども、ね、私が注目しています青年男子の岩手県の選抜チームがですね、発表になりました。でですね、見たんです。岩手岩手の的場さんだとかね、あと富士大学からは、安倍亮太くんとか、あとまあ、去年も出た組がね、何人か、八千朝日くんとかね、あの辺がいるんですけどね、あと釜石が伊藤陣也と、太田塩飛鳥。ね、入って。それでですよ。グルージャがゴールキーパーの笠原と、フォワードの平川が選ばれました。で、盛岡ゼブラ、選出ゼロです。正直これについてはね、頭にきてますよ。まあそんなこんなだからね、もう、今週末はもう、ウートアスはしないってことにしました。うん。福島まで。まあ、遠征費がないっていうのが、あれなんですけど、とかね、あと、やっぱり、そこ、働く分っていうのとか、いろいろ、ありましてね。やっぱそういう分考えたら、絶対ね、今年はもう行かないぞと。まあもっと言えばね、カンビアイタゼブラいつになったら日程決まるんですか。それも付け加えておきます。茨城国体のね、日程に重ねてやったりするってことはないでしょうね。そんなことになったらもう、協会ふざけんなってことになっちゃいますね。はい。詳細なね、メンバーがね、詳細メンバーは、すでに出ておりますね。青年男子の、で今回はですね、まあふるさと選手っていうか、いわゆる県外でねプレーしてる選手を2名、岩手は出しているんですが、鈴木一郎くんともう一人、仙台大の岩渕博人くんがね入りました。ということで、まあ改めてね、ここでまあメンバー全員ちょっとね、発表させていただきますかね。スタジアム DJ 風にかっこよく決めます。ゴールキーパー1番笠原素直、岩手グルージャ盛岡。2番ディフェンダー鈴木一郎、いわき FC。 3番ディフェンダー伊藤陣也、日本製鉄釜石。4番ディフェンダー吉田光輝、富士大学。5番ディフェンダー八千朝日、富士大学。6番太田城ディフェンダー太田城飛鳥、新日本製鉄、日本製鉄釜石。
7番なミッドフィルダー中川和彦富士大学。8番ミッドフィルダー岩村豊富士大学。9番ミッドフィルダー平川元気岩手グルージャ盛岡。10番ミッドフィルダー森脇大輔 FC 岩手岩手。11番フォワード岩渕博人仙台大学。12番ゴールキーパー村山雄太富士大学。13番ミッドフィルダー松倉元気富士大学。14番ミッドフィルダー的場大二 FC 岩手岩手。15番フォワード阿部亮太富士大学。そして監督は高高正也。まあゼブラカストなんですけどね、これ。皆さんはね、盛岡ゼブラから今回ね、選手が選ばれなかったことについて、どう思いますか？もうね、その辺、ゼブラの関係者や、協会の皆さんにね、もうぶつけようと思いますんで、まあ、ツイッターにアンケートをやりますんで、ぜひともご協力のほどよろしくお願いいたします。